えば先ほどの56ページの話であれば、その補正に適正な余力の AB の設定の 3% を取る場合と 5% を取る場合、これかなり差が生じるというように感覚的には思っておりますので、まあ、これが本当にどの程度のインパクトにつながるのかというあたりをお示しいただいて、まあ、その上で、詳細設計を進めていただきたいというふうに思うお話とですね、まあ、もう一つはこういった、市場原理を適用する中で、そこから生まれた利益が、発電事業者の利益が公有の競争に、適用されるというところに対するこう内部補助のですね、防止の仕組みであったり、先ほどの新川先生との関係もありますけど、市場監視の仕組みと、まあ、こういったところをしっかり整備していただいて、まあ、改めてその小売プレイヤーの同時同僚義務を遵守に対する責務と、こういった市場競争の参入障壁という観点からですね、まあ、評価をいただいて、これをこう進めていただくと要望いたします。ありがとうございました。それでは松村委員に、はい、まず細かいことの前に非常に基本的なことで、私の今回の事務局の資料はですね、基本的に前回提案されたことっていうのをより詳しく説明していただいたというふうに理解して、それで前回はですね、これによって今までと発想を大きく変える、制度を変えるっていう提案なのではないかと誤認している人が続出して、そうではないですよっていうのを私は今節丁寧に説明したものだと思っている。したがってですね、これはこういうことをしてもいいよっていうのは、今までダメだったものを解禁するとかね、提案ではなくて、今までだって別にこれは問題なかったわけで、で今まで通りにやりますっていうことなんだろうと思います。でその上でですね、これは系統全体がものすごく大きな不足を出しているときに、どこかの事業者 BG がちょっと余剰を出すというようなことを、しかしそれは計画値から外れているのだから強いパニッシュメントを与えて抑制すべきなのか、そんなことは必要ないんじゃないかっていう、そういうことを議論しているのであってですね、不足しているときには積極的に何て言うのか、余剰インバランスを出してくださいっていうことを言っている資料ではそもそもなく、それを強くパニッシュする必要があるんですか、むしろいい方向に行くっていうことだってあるじゃないですかということで、まあ、事業者はそれでもリスクを負うわけですよね。実際にはどうなるのかっていうのは分からないのだから、リスクを負うわけで、本当は遵守しているっていうことをしてインバランスを出さないっていうのが一番リスクのない状態なのだけれど、そのような需給が逼迫しているときに、その絶対に余剰を出さないようにすごく厳しくコントロールするという強いインセンティブは当たりべきなのか、そんな時に少し出るっていうことになったとしても、その大きな損失などというのを負わなくても済むような制度をするのか、そういうような発想なんだろうと私は思っています。しつこいようですが、これはですね、積極的に余剰を出してくれっていうことを推奨する制度ではなくて、それを積極的に抑制するというところまでいかなくても良いのではないかということで、私は現行でもそうなっているというふうに思っています。現行の供給力確保義務でもですね、それは、全体がすごく不足しているときに少し余剰を出している人に対してですね、計画値守ってないじゃないかなどということを監視するなどということは基本的にやってないと思っているし、それがそれやってないことが今の文言と矛盾していると私あんまり思ってないんで、だから、その文言を変える必要があるとかっていうようなことを私はちょっと同意しかねます。次にですね、具体的な内容に関してです。スライド35のところで、インバランスっていうのはここだと、で時間内変動っていうのはここだと、インバランス料金っていうのはこの緑のところじゃないかっていうのは前回も出てきていて、今回も改めて出していただいたんだと思います。で、今回の整理はこのインバランスは緑のところなのだと、この緑のところに対応するコストというのとして何が一番適正なのか、こういう方向で進んでいっていると思います。それが極めて合理的な考え方の一つだと思いますが、この時間内変動のところっていうのは本当に限界費用と関係ないとは言えないって前回も言ったことを繰り返して申し訳ないんですけど、インバランスがすごく多かった結果として、そっちの対応に限界費用の低いのが取られちゃって、時間内変動のところは高いのしか残ってませんでしたって、そういうことになることだって当然あり得るわけですから、そっちのコストは本当に無関係だって言い切ってもいいのかっていうのは、必ずしもその自明に正しいわけではないと思います。
ただですね、今回の事務局のようなその整理っていうのは非常に大きなメリットっていうのがあって、時間内変動とかっていうので例えばもうエリア内のものでしかできないと、マーケットとかっていうのも事前の調達っていうレベルでしかないとか、そういうような時にですね、総配電事業者がひょっとして非常に愚かな運用をして、そんなことはないと思いますが、愚かな運用をした結果としてすごい高いコストになったとすると、高いインバランス料金生産で請求できて儲かるっていう、そういう制度ってちょっと変なんじゃないので、事業者の方としてはそんなことになったらとても不透明で困ると。ところがこの緑のところのものであれば、さっきずっとご指摘になっている通り広域調達っていうのが市場もどんどん整備されてくる、そうすると価格とか相当明確に出てくるということで、その安心してやれるし、その事業者の公設っていうのによってその価格が高騰しちゃうとかっていうようなことの可能性がはるかに低い透明なところっていうのに集中できるっていう点では、まあ大きなメリットがあるんだろうと思います。したがって事務局案の提案は最もだと思うので、支持しますが、ここで考えなければいけないのはひょっとしたら過小なのかもしれないということで、この制度で出発したらインバランスの量っていうのが減らないどころかむしろ大きく増えちゃいましたなどというような事態が起こってきたらですね、もう一度考える余地っていうのはあるかと思います。これは唯一のものではなく一つのそのリーズナブルな選択肢として、選択するということにすべきなんだろうというふうに思います。次に、スライド40のところなんですが、私このスライド40に限らず、資料の説明の仕方がですね、不足インバランスのところしかネットに置かれてないんじゃないのっていうのがちょっと心配になってまして、これもし余剰インバランスだとすると高い方ってやったらもうめちゃくちゃになっちゃうということで、多分その場合には低い方、高い方だったら低い方、そういうことだと思うんですけれど、それを誤認のないように書いておく必要あるんじゃないかなというふうに思います。次にこれ10円が正しいのか14円が、ごめんなさい、10円が正しいということは絶対にありえなくて、したがってこの提案でも加重平均の、12円ちょっというものなのか14円なのかということで、この時間内、この30分の中でのばらつきっていうのはインバランスとしては30分内で調整してくれればいいんですということを考えればですね、実際にそれぞれの時間帯でかかったマージナルコストっていうのは加重平均って考えるのがすごく自然な気はします。で、したがってですね、この加重平均としてはどうかっていうのが事務局案だと思うんですが、それは一定の合理性はあるんだろうと思います。一方でですね、本当に厳しい時っていうのは後半の15分のところで、本当は後半の15分のところのようなところで本当はインバランスを出してほしくないと。で、インバランスが出るとすると後半に集中的にインバランスが出るような、そういうような格好をこの図で言うとですね、そういうようなものはとってもありがたくなくて、でも実際にそういうことが出てくるんだとすると高めの価格で抑制したいっていう、そのおそらく系統事業者はそう言うと思うし、それも儲けようと思ってみたいなことを言っているのではなく、もっともなっていうか、系統事業者の心配としてはもっともだと思うんですけれど、しかし一方でですね、この場合後半の15分に集中してインバランスが出た結果として高くなっているんだとすると、加重平均もこの14円のウェイトがどんどん上がるという、そういう格好になっているんだということを考えればですね、加重平均っていうのも一つの考え方で、必ずしもおかしいということはないと思います。次に、この需給がすごく逼迫した時のその、コストの負担というのなんですが、これに関しては理論的にこれが正しいっていうのを出すのは極めて難しいので、ここの提案も、ある意味でエイヤーっていうと変なんですけれど、需給がすごく逼迫しているような時にしょっちゅうインバランスが出ているっていうことだとすると、他の対策費がかさみますよね、そのコストは原因者負担ですっていう、その考え方はいいとして、どれがいいかっていうことはピタッと言えない。でそうするとですね、先ほどのスモールスタートっていう発想は、ここで言えばその案にというか低く出る方で、例えば始めて、これでは全然その何て言うのか、需給が逼迫しているときのインバランスを出さないっていうインセンティブに全く役に立たなくて、ここのインバランスが相当出てしまう。でその結果として系統事業者 その調達しなければいけないその調整力っていうのは全然減らないというようなことになったとすれば、唯一の正しいものとして採用したのではないのだから、調整して変えますというような発想があってしかるべきだと思います。とりあえずどんなやり方をやるとしても、でもうエイヤーとこれでやってみるっていうことに過ぎなくて、
問題があれば直ちに変える、柔軟に変えるということがとても重要なことなんだろうなというふうに思います。以上です。ありがとうございました。念のため新川委員に先ほど あのご発言の趣旨をもう一度確認したいんですけども、こちらの受け止め、私の受け止めなんですが、松村委員の先ほどの指摘と矛盾するものではなくて、今回の提案がね、インバランスを解消するという目的が結果でさえあれば、その動機は問わないというね、そういう監視の考え方を取るのかと、ね、そういうその点については鮮明にした方がいいぞという、そういうご趣旨であったと受け止めてるんだけれども、どうなんですか、先ほどのお集めの趣旨は。だからあれです、まず中先生もおっしゃった供給力確保義務っていう法律上の任務でしたっけ、とか、公認にかかっている義務、あれは直接この問題にあまり関係ないと思っていて、もちろんあの条文はこの問題と関係なく、あの条文を文言上読んだときの意味と、現在この条項が意味すると理解されている内容がずれている気はするのでね、この方面と関係なく、また考えなきゃいけないんじゃないかとは思っておりますので、特に供給力確保義務の問題とは特段関係なく、あれは先ほど あれですよね、ガイドラインとか通達の方で、どういったときにサンクション、実際第2項の方でサンクションを課すのかも書かれているので、それはそれでいいんじゃないですかと思っています。私が申し上げたのは、いや、あれです、私は単純で、広域さんのルールだとか、客層の供給約款だとかに書いてある文言を、文言だけ読むと、ここで書いてある、示されている考え方と、必ずしも一致しない部分があるように読み、なんとか文言を読むと思えるので、そこは改定しない、されないんですかっていうのがご質問なんです。じゃあ、ちょっとそこだけ申し上げます。そこに関しては、まさに、先生がおっしゃったやつは、余剰の方なんでちょっと違うといえば違うんですが、まずその不足のところで、指導したことがあるんですが、その不足をする場合、まず法律上は正当な理由のときというのは供給力確保義務を満たさなくてよくなっているので、どう考えるかがあるんですが、先生がおっしゃる通り、その広域機関のやつというのは正当な理由のときは除くってなってなくてですね、まずあらゆる場合に供給力を確保しなきゃいけないと。でなんでこれ言ってるかというと、とは言っても、全体で余剰が出てるところまでは指導するのかって議論は相当あって、そこは相当考えて、全体で余剰があるような時っていうのはむしろ外して、そうじゃないところでも全く買ってないじゃないかっていう指導をやりました。そういう意味では、おそらく、正確な計画を作れって書いてありますが、不足の時は少なくとも完全に正確な計画を作らなくても、今のことを逆に考えると指導するということはだからないと思いますということですね。関連して申し上げると、こういった規定類というのは、ね、広域規範と評価規範と2つの側面があるわけで、どういう時に指導したのとかサンクションだとか措置を取るかというのは、これ評価規範で自我的に何か起こった時にいつやるかという話です。そういう意味では今おっしゃったような時しか、要するに、よっぽどの時しかやりませんというのでいいと思うんですが、広域規範という面もあるわけで、ルールにはどういったルールに従ってみんなが動くことを動かなきゃいけないのか、例えば東証のルールだっていろんな適時会とかいろんなルールが上場規則なんか入ってるわけですけども、サンクションというのは上場廃止なのとかね、氏名の公表なので、よっぽどのこと時しかサンクションはないものの、広域規範のルールとしてはたくさんあるルールが上場規則をみんな上場会社は基本的には守って動いてるわけですね。そういう意味では小池さん の規則も同等の意味も実務上持っていると私は思っているので、そこにおける広域規範は何なのかというのをもっと明確にした方がよろしいんじゃないかというポイントです。だから評価規範として事後的にアクションを起こすときがおっしゃったようなケースに限られているというのは、私はそれでいいのではないでしょうか。この議論については一応非常にまた詳細になってしまったので、発言の趣旨が明らかになればいいと思いますので、国松オブザーバーお願いいたします。ありがとうございます。いろいろ私どもとしても要望していました翌日計画とかゲートクローズとかをまとめいただきながら、そのズレがインバランスであると、そのインバランスのズレをどうしていくのかという議論だと思っております。インバランスの議論とは直接関係ないんですが、おまとめいただきましたので一言申し上げておきたいのが、前日に作る翌日計画っていうのは何なのか、この部分の定義ってありそうでないんだと思ってます。
でゲートクローズまでに作ればいいのか、それとも前だとしたら前日の計画って何なのかという部分だと思うんですけれども、前日に作る翌日計画というものがここでしっかりと供給力を確保しなければいけないというものと明確な定義がないように考えておりますので、このあたりはまたいろんなところで議論いただければと思います。また供給力確保義務に関してでございますけれども、その、価格が高くなったときっていうのは確保したくても確保できない事業者が存在をすると、こういった時の考え方というのはどうあるべきなのかというところですが、法令の読み方としてですね、その小売電気事業者は供給力を確保しなければならない、それは需要家の需要を抑えていいのかです。で自分が確保した量が少なかった時に、小売電気事業者は需要家に対して、使わないでくれというお願いをしっかりする席があるのか、それとももう需要家のその期待に応えて確保できなければもうダメなのか、今後その DR とかを考えていたときに、その系統業者の DR だけではなくて小売電気事業者の DR を考えたときに、この小売電気事業者の供給量確保というのは何をもって考えるのか、需要の方を抑制にか、いくというのもその手段の一つでありますし、特に価格高騰時においてはその努力をしなければ確保できないということがあるのではないかなと思います。そういった視点も法解釈の中でどう読まれるのか、明確にした方がその小売電気事業者にとってもいろいろ活動しやすくなるのではないかと思います。またその先ほど来ありますここ の, ある BG がインバランスを出しても全体がそのバランスすればいいというのは、これ それが成り立つとその市場調達においてですね、その先ほど佐藤事務局長からもありましたけれども、その通商時に買ってないのを 見つけるというのがいいんですが、その公平性というかですね、その他の人がやってくれたから自分はやらなくてもいいっていうことにつながらないので、つながるんじゃないかなと思ってですね、このあたりをその微小な部分を問わないというのはもちろんそうだと思ってます。ただ全体としてやはり、この BG で計画値に対して合わせていくというのが市場取引における平等性からもいいのではないかなと思います。特にその通常時において、自分の供給力というか需要に対して、その向かい合い方というのがそのしっかり向かい合う事業者とそうでない事業者がいるように思います。特にそのしっかり向き合わない事業者の方が得をするようなことになってはいけないのかなと思っております。またその本日の議論の中ではですね、その調整力の価格に応じたやつというところですが、一番最初のページにございました通り、前回のご議論でもありましたが、市場価格との その調整をかけるというところ、これ市場価格の下打ちというのは必ず入れなければですね、調整力の方がもちろん市場価格よりも、下回ってしまう、調整力の方が安い場合というのは多々起こるのかなと思っておりましてですね、それが起こる市場がいい市場なのかどうかは分かりかねますが、その起こるだろうと予測しているということですが、そこの部分の下打ちというのはしっかりと議論していく必要があるのかなと思います。で、あと需給逼迫時に上げるというのは海外の事例等においてもしっかりある部分でございますので、いいですが、その余剰時に関して現在入れていただきましたその太陽光の出力抑制、再生可能エネルギーの出力抑制の時の余剰の0円ですね、この仕組みというのは引き継がれていくものなのか、それともさらにマイナスをかけていくものなのか等々をまたご議論があるものと認識しております。以上です。ありがとうございました。それでは佐藤部さんは、まず基本的な考え方なんですけど、私は松村先生が前回おっしゃったやつに尽きてると思って、それは4ページに出てることです。一番最後のところで今日もいくつかなりましたけど、その供給の確保義務というのはまさしく先生が前おっしゃったように不足インバランスを恒常的に出し続けるとか、あと、本当に逼迫時に全く買わないような時に、指導して、でまさに先生がおっしゃっているように、そのインバランス料金が合理的になったら逼迫時に出ても、経済的に負担が大きくなるから、これは別に指導も何もしなくても買うと、そういう制度にとにかくしていただきたいということであります。その観点からは下村室長が
基本政策小委員会で決めていただいたように、その不足時は一番高いマーケットプライスにするということで基本的には大丈夫だと思いますが、今回とか前回の提案というのはそれをさらに政治化をするということだと思います。まあ、ということで相当なくなると思いますが、より今回のような、提案をしていただくということで、この前先生がおっしゃったような理想になって、指導をするなんてことが、そもそも経済的インセンティブがなくなるので全くならなくなるという制度にぜひしていただきたいというふうに思います。その意味でちょっとその細かいところを申しますと、40ページは先ほど私は大橋先生がおっしゃったやつに、ほとんど言いたいことを言っていただいたということであります。それと、今のところと関係して重要なところはその46ページ、46スライド目のところで、今市場で逼迫時は一番高い値段というふうに話をしましたが、じゃあ例えば市場が停止をした場合どうなるかということで、この46スライド目のところで、市場取引の停止などにおいてもどういうの考え方を適用するのか合理的と考えられるかとありますので、原則この後に出てくるような考え方っていうのを市場取引停止時にこそ適用していただきたいと強く求めるものであります。ただ、この資料で正しく言ってますように、相当このインバランス料金っていうのが、適正化されることになるとそう簡単に市場が止まらないんじゃないかって気もします。つまりどんどん、さっきの栗松さんの話じゃないですけど DR も出てくるわけですし、供給、蒸発命令とかいろんなことを、TSO とかうちからやらなくても、さっき、どっちにするか分かりませんが何百円ということになるとそれは相当自家発も出てくるので、これまでよりもはるかに市場取引が停止の、ずっと引っ張れるというか、あと再開もかなり早い段階でできるという意味でも、トランスペアレンシーのためにもぜひやるべきではないかと思います。で次ちょっとかなり重要な話をさせていただきますが、何人かの先生から広域調達、広域運用が始まるが、スモールスタートでやるべきじゃないかというお話がありました。ただそこなんですが、鍋島市長いらっしゃるので補足があれば言っていただきたいんですが、確かにその広域運用とか調達ってのは相当難しいんでシステムも大変なので、最初は2020年度から始める話だったんですが、相当議論をした結果21年度に1年遅らせてきちっと始めようということなんで、むしろもう始めるからには21年度から相当きちんとした広域運用広域調達をするということになりますので、そうなるとこの不足をした場合というのは今と相当変わってくると思います。つまり今までは、例えば 60Hz だと別にそんな例ないですけど、例えば中国電力地域の中で 3% とか 5% になるとか 1% になって、初めて困ったってことになりますが、21年度以降は 60Hz 全体なんで、今で言うと 60Hz 全ての地域で 3% 切るとか 1% 切るっていうことなんで、僕ら相当な大変な時なんで全く違いますが、それは20年度から21年度に繰り下げてしっかりできると、TSO の方もそこはコミットしていただいたところなんで、それはもうスモールもビッグもなくて三次調整力丸いんで一番使えるようなところは21年度からやるというふうに決まっておりますので、そうなると、今日正しく事務局で出していただきましたように広域運用をするというところでこの数値というのはいくらかということであります。それで、ちなみに非常に時間がなかったんで簡易なんですが調べたところ、今まで融通をして 3% 切りそうだといったときはだいたい 50Hz、60Hz とも、全体としては 6% 強あるぐらいのときで、ある地域はエリアは 3% というふうになっておりましたということなんで、全体ということになるとやはりここに正しく書かれてましたように広域全体のところのパーセンテージというのは今までと違うかもしれないというのはおっしゃる通りかもしれなくて、そこは広域機関としても、一緒に検討していきたいと思います。以上です。ありがとうございました。ちょっと皆様にお願いをしたいことがございます。3時半までの予定でおりまして、私の不適合でご案内が不適合で申し訳ありません。で今ご発言要請の方ある方だけに限らせていただきまして、それで発言については、今後もこの議論続きますので
端的にお願いできればと思います。それでは安藤委員お願いいたします。ありがとうございます。まず前回にインバランス料金にペナルティ性があると発言したのは誤解だということは理解しました。その上でですね、18ページ目に現行のルールと基本変わっていないんだよと、インバランス料金の算定ルールを合理化するだけだというタイプのご説明があり、また松村委員からもこれまでもいろいろできることだったというお話ではあるんですが、やはり私がまだ理解できてないというか懸念を持っているのは、その結局会えば OK というこの考え方についてですね、タイムリーな情報提供をすれば皆が合理的に動けば一致するだろうと、で仮に鶴藤課長からのご説明の中にも何か変な動き方をする人がいたら、それが価格シグナルに反映されて他の人が打ち消す方向に動くみたいなご発言されているわけですね。でこれを受けて、松村委員はこれまでにもできたものであって変わってないとおっしゃってるんですが、これまでも法律上とか制度上できたという話と実際に人々がそうやってきたかというのは別問題だと思うんですね。今回この資料の説明を聞いて私もおそらく誤解しているんでしょうし、また他の方も誤解しているのかもしれませんが、これまでできなかった、これまでと考え方が変わったようにやはり受け取っている人が、少なからずいるということは、この仕組みが導入された時に、企業の担当者の方とかですね、どう行動するのかということが 100% その綺麗な世界になるというふうにはあまり私は予想できないと思っています。でその観点から、例えば需給逼迫時について60ページでその数値が入っていますが、小さめの数字からやってそれでうまくいかなかったら重くしようというご意見もありましたが、どういう形でやるのか、仕組みが変わってないと言われつつもでも変わったと捉えてしまう人たちが行動するということ、可能性があるということを踏まえてですね、安全な方向に数字を振って最初は動かして問題なかったら軽くするという、松村委員の逆方向の動かし方というのもあるんじゃないかなと個人的には考えております。以上です。よくぞこれだけどっちかも言えない。まずですね、根本的にその整理よく分かってないんですけど、座長がおっしゃったことも実はよく理解してないんです。ですね、今回の事務局の提案はそのどの断面であったとしても計画値というののこの需要計画だとか発電計画だとかが今まではちゃんとしろと言っていたんだけど、いい加減でいいですよと言っているものではない。もちろん計画値は当然にちゃんとしたものを出してもらわなければ困るということで、これはあくまでも限定して言っているのはゲートクローズ後の話なんで、ゲートクローズ前の段階で予想されていることだったらそれは正しく出してくれないと困るし、その発想はここの資料が採用される前だって後だって同じということで、そこが変わっているわけじゃないし、そこでもうできるだけ正しい需要計画とかを出してください、できるだけ正しい発電計画っていうのを出してください、それどの断面でも同じ、それを要請するということ自体は何も変わるものではないと思っています。ただそれの重要性がどれぐらい変わるのかっていうのはひょっとしたら変わってくるのかもしれない。つまりここの改革の意図っていうのはそういう格好でしまうのではなく、より正確なその格好はもちろん出し、それでそれをそのより正しく遵守するインセンティブを与えるようにするということが目的であって、そのためのインセンティブの与え方として、付属時に余剰を出すというのもできるだけ抑えるインセンティブを与えるべきかどうかって、そういう単純なことを言ってるだけであって、その計画値を出すとかっていうのがもう不正確でいいんですよ、いい加減でいいんですよっていうふうに思想を変えたものではないということだと私は思っています。だからその点は、今までと全く同じで、いい加減なものを出してもらったら困るというのは、基本的に変わらないんだろうなというふうに思っています。次にですね、スライド60のところの議論っていうのは、これは私は今までと変わらないなどと言ったことも言ったつもりはありません。これは全く新しい制度です。今までなかった発想、つまり不足時にすごくインバランスを出すっていうようなことをしたとすると、それは単に家庭費用だけではなく、固定費用というベースでも社会的なコストが発生しているのではないか。だから今まで入っていなかったものだけれど、これからは入れていきましょうと、これは明らかに新しいです。したがってここでいうスモールスタートっていうのは、今まで全くゼロだったというものに対して急にすごく大きなものになると、事業者としても一体どうなるのかというのに関してリスクがすごく大きくなる
ということがあり、しかしでもここが一定のその大きさでないと十分なインセンティブでないかもしれないということの繋ぎでどうしようか、そういう話をして、そこでスモールスタートっていうのはですね、今までゼロだったっていうところから、まあ、一挙にこう飛ぶのではなくてですね、少し控えめ、可能性としてはこれぐらいが適正、これぐらいが適正って幅があるとすると、その加減のあたりから始めたらどうかっていうのがおそらくスモールスタートだっていう、スモールスタートっていうのの提言だというふうに思っている。したがってです、ここの部分については今までと変わらないということでは絶対なく、今までと明らかに違うものが入っているということを理解する必要があると思います。以上です。それでは白銀の座番今後の実績をお渡ししながら、必要に応じて適切な措置をいただき、ご議論いただきますようお願いします。ありがとうございます。波島小沢、お願いします。救急暴力確保義務につきまして、議論がありましたので、委員長の方から一言申し上げさせていただきます。11ページに条文が掲載されておりますけれども、ここでその供給能力確保義務が指定されております。その中で2項でございますけれども、この中においてもその電気の使用者の利益を阻害し、または阻害する恐れがあると認める場合において、この確保命令を出すという条文になっておりまして、この条文上もその実質的な電気の使用者の利益を考慮、何がしか考慮するということが想定されているのではないかと考えております。ということで、そのグリッド全体がその余剰時の時に、その1つの BG が不足を出した時に、この2項の解釈上それをどう判断するのかという時は、この電気の使用者の利益が阻害しているかどうかというところも関係してくるのではないかと思います。ただその一方で、この処分の基準において、あまりそういうそのグリッド全体の不足だとか何だとかということはあまりつまびらかには書いてございません。背景としては実質的な判断としてはそういうこともあるのかもしれませんが、ここではそういうことは触れていないわけですけれども、この、もう一つの理由といたしまして、その確かにそのグリッド全体の余剰があるときに一つの BG がその不足を出すということは、それは究極的には利益を阻害しているということではないのかもしれないけれども、ただその今のルール上はその正確なその計画を出していただくということはそのルールとして定めているわけでございまして、その一つ一つの個別の事業者が自らの判断で違う行動を取るということは、その電気事業全体に影響を及ぼし得るものではないかと思います。なので、そのルール上をその自分の判断でどうしていいというようなことは書いていないのではないかと思いますが、そこから進んでその供給能力確保命令を出すかどうかについては、実質的なそのどういう影響があったかということも考慮することが法律上想定されているのではないかというふうに考えております。私の方から大きく、2点あるんですが、まず1つ目がその、60ページの話に、踏み込む話になるんですけれども、
やはりあの、先ほど奥の佐藤知事からもありましたけれども、そのシステムをいろいろ作っていく中と、2020年からいろいろシステムを作って、使用とかいろんなことをやる場合に、スモールスタートとか実証というのが非常にあの大事だとは思っています。ただ一方で、そのやっぱりシステムの使用設計とかいうことを考えた場合に、やっぱりある程度具体的なものを決めて、その範囲の中でやっていかないと、なかなかその実装できないんじゃないかということは、あの、まあ、技術系としては危惧しております。そういった中で、あのこの60ページの、これは私が前回の、まあ、スライドからもありましたが、方向性としては多分変わってないという中で、やはりその値を出していかないと今度は、ダメだと。で、前回は値がなかったんですけど、それを多分これまでの、まあ、世の中にどう社会にですね、これだけこう逼迫しているということを、まあ、価格シグナルで出すかというので、あの先ほど対日、オーダーからもありましたけど、非常にこれ決め方は大事ではあるんですけども、まあ、先ほど方向性としてはですね、あのまあ、1から 3% 下の方の左側の端と、まあ、3から5あるで、また上は、600から1900とあると思うんですけども、あと先ほど佐藤氏が言いましたけど、やっぱその実際のネットワーク事業者がどういうふうにして、実際どういうレーザー過去で、まあ、エリア元であったかっていうのは、やっぱりそのエビデンスに基づいてこうやっぱりしっかり丁寧に議論しなければいけないなというふうに思ってます。で、誰もやったことがないので、とは言っても過去の参考となる実績に近いもの、まあ、あるいはそこから推計できるものっていうのは 何かしらあるので、我々はもう初めてやる今回の取り組みはもうそこしかもうないのではないかっていうのは私の、まあまあ、エンジニアリング的なイメージの中の、答えでございます。で、特に、まあ、この値についてはいろいろご議論はあると思うんですけれども、あの、まあ、とりあえずそういう、まあ、システムとかで実際実装していくことをちゃんと鑑みると、まあ、そういった意味でこういう委員会があって皆さんのご意見があると思いますので、まあ、方向性としては私もあのいいと思っています。で、あともう一つですね、二つ目なんですけど、それ40ページのやはりその話があると思うんですけども、これもあの経済の、富永先生方から、まあ、両方の話があったと思いまして、まあ、要はその、高い方を取った方がいいという話と、まあ、間を取ってもいいし、どちらもあり得るという話もあると思うんですけれども、まあ、私も系統運用の話をしたんですけど、やっぱりその結局あのしっかり、価格シグナルで安定供給を確保したいという思いがあります。そのためのやはりその何でしょう、調整力ということだと私は少しそこは思う言います。ただこれも、まあ、これでどうするって話ではないんですけど、多分事務局ではもう、まあ、ある意味一つって、過重平均で算出でいいっていう話もある。これも私も実はあのさっき松原委員から言いましたけども、まあ、時間ごとの、まあ、マージャルコストより私もそれはそうだなと思ってますのですけれども、まあ、そこももう一回ここは少し丁寧にあの議論をもう一回してもいいのではないかというふうには思います。以上、あの2点です。ありがとうございました。それでは皆さんありがとうございました。生徒課長。はい、あの様々なご意見ありがとうございます。あの基本的にあの、今いただいた意見を踏まえまして、またあの次回に向けて検討深めあのご協力いただきたいと思っておりますが、あの、まあ、大事なところであの、今回の提案があの計画時同時同僚を、まあ、あの変えるものなのかどうなのかというのは改めてあのここあの繰り返しになりますけれども、あのこれ変えるものではございませんで、あの今まで通りですね、合理的な予想をしていただくということを大前提でございまして、そういう観点では、規定類を変えるものではないと。なので、合理的なあの予想はしていただくのが原則です。その合理的な予想の中でですね、あの、少し多めに予想するのか、あるいは少し予想少なめに予想するのかというときにですね、その、まああの最新の情報なりをですね、まあ、判断をしていただきながら、またその少し多め不足を仮に出したとき、あるいは余剰を仮に出したときにですね、いくらの負担をしていただくのかということをより合理的なものにすることによって、まあ、あのその少し多め少なめっていうというのを、まあ、あのしていただくことで、全体がむしろ、まあ、あの少しでもですね、需給が合うような方向に動くというようなものが効果としてあるということでございます。はい、あのちょっと一番大事なところだけあのコメントさせてございます。はい、ありがとうございました。それであの、まあ、今日の議論を踏まえてですね、さらに検討を進めていただくことにしたいと思いますので、事務局においては、充実した準備をお願いいたします。それでは申し訳ありません、最後の議題でございます。調整力の公募調達結果等について事務局から説明をお願いいたします。はい、資料のですね、5でございます。あの時間もございませんので簡単にあのご説明をいたします。
本年度、政治19年度向けのですね、調整の公募調達がもうすでに終わって、おりまして、結果の報告が少し遅れましたが、その概要をご説明は、すみません、2019年度向けのですね、調整の公募調達の結果についてご報告いたします。で、飛んでいただいて、4ページがですね、今回、調達されました、区分とそのスペックが書いてございます。で、4ページの下にある内容がですね、今回から少し改善をした内容でございまして、最低要領の引き下げですとか、あるいは、DR について住居が重複した場合の対応などについて改善を行っているということでございます。で、その結果で5ページがですね、各エリアでおいて、募集された量でございます。で、電源1ダッシュ関西電力においてかなり量が今回拡大をしてございます。で、6ページがですね、電源1と 1A と 1B の公募結果でございますが、昨年からと同様ですね、旧一般電気事業者以外からの応札は、非常に限定的なものであったという結果でございます。それから落札の平均価格はいくつか上昇した結果もございましたが、全国平均では下落をしたということでございました。続きまして、飛んで8ページが電源1ダッシュの結果でございます。1ダッシュについてはですね、旧一般電気事業者以外からの応札、落札は減少をしてございます。それから DR を活用するものも件数は増えたものの、容量は前回よりも約1割減ったという結果でございました。それから続いて10ページでございます。電源2でございますが、こちらについても旧一般電気事業者以外からの応募は限定的という状況でございます。それから電源2ダッシュについては今のところ応募がございません。で、飛んでいただいてですね、すみません、15ページでございます。で、今回の公募においてですね、旧一般電気事業者がどのような考え方で応札したかについて、質問をし、回答を得てございます。で、電源1の選定の考え方については、キロワットアワー価格が高く、高利用として利用頻度が低いと考えられるものから入札したとの回答でございました。で、これについては特に問題になる点はないというふうに、私としては考えてございます。それから、キロワット価格が、キロワット価格の設定の考え方については、固定費に事業報酬相当額を乗せて算定しているという回答でございました。これについても、特に問題があるとまでは言えないものというふうに考えてございます。16ページは今のまとめでございます。で、17ページでございますが、今後の取り組みといたしまして、今申し上げました通り、旧1点以外からの応札が少なかったということ、それから DR を使ったものの、件数もですね、残念ながら減少したというような今年の結果を踏まえまして、ヒアリング等によりまして要因を分析し、次回に向けて少しでもですね、参入が増えるよう何ができるか引き続き検討してみたいというふうに考えてございます。以上でございます。それはもう一点ございました、すみません。18ページにですね、すみません、参考でございますが、先ほどにもありましたが、調整の広域運用でございますが、本年度から、一部北海道沖縄を除く8社において、先行的な取り組みが始められてございます。で、参考資料で詳細のご説明をいただいてございますが、東方からの要請も踏まえて、各社で取り組みを進めていただいているというものでございまして、すでに実績も出ているというようなことだというふうに聞いてございます。お時間があるときに参考資料1を見ていただければというふうに存じます。以上でございます。ありがとうございます。何かご質問いただいて、はい、それでは ありがとうございました。案件についてもまた合わせて事務局で準備をお願いいたします。本日予定していた記事は以上でございます。次回会議についてはおって委員会事務局からご連絡を申し上げます。本日は長時間ありがとうございました。それでは37回制度設計専門会合はこれで終了いたします。ありがとうございました。